皆さんよろしくお願いします。哲学とです。この動画では平成31年 IT パスポート試験に最短合格するおすすめ勉強方法ということで、私の実体験に基づいて、IT パスポート試験に最短で合格するには何が必要かお話ししていきたいと思います。まずはじめに私自身の、今までの受験履歴なんですけども、高度情報区分3区分を含む7つの試験区分に合格したので、その経験をもとに IT パスポート試験最短合格を目指した効率的な勉強方法と、あとおすすめの参考書なんかもご紹介します。平成最後の情報処理技術者試験で一人でも多くの方が合格できるようにお話ししていきたいと思います。まず勉強時間の目安なんですけども、約100時間程度、1ヶ月程度で、IT パスポート試験の場合は合格できるかなと考えています。ちょうど今、3月の、中頃ですので、4月、今から勉強を始めれば、4月の中旬ぐらいには勉強ができるんじゃ、合格できるレベルに達するんじゃないかなと思っています。IT パスポート試験は情報処理試験の中では、基礎的な内容を扱っていますが、それだけに受験者がすでに持っている IT 知識の量も様々で、一般的な勉強時間を出すことは難しいと考えています。目安としては、紹介するテキストを実際に眺めてみて、すんなりと理解していけるレベルの人が、過去問演習を重ねた場合で100時間程度と考えています。一般的なユーザーを対象とした資格試験の中では、間違いなく難易度が高い部類。パソコン検定の1級や、J 検、情報検定の1級程度なので、ちゃんとした対策をする必要があります。IT エンジニアの方なんかが受ける場合はもうちょっと簡単に感じるかもしれないんですけども、一般のいわゆるコンピューターの資格としては難しい部類に入りますので、ちゃんと勉強しないとちょっと難しいかなっていう気がします。で、試験の方式は、コンピューターで受ける CBT 形式で、いつでも全国の会場で PC で受験が可能です。他の情報処理試験が春4月と秋10月の決められた試験日に全国の試験会場で一斉に行われるのに対して、IT パスポート試験は全国の試験会場、商工会議所や専門学校、パソコン教室などの、認定された機関で随時受験可能であり、試験はパソコンの画面をクリックして回答する CBT 形式となっています。自分の好きな日に予約を取って試験を受けられるという意味では便利ですが、その分自主的に計画を立てて事前学習を行う必要があります。ちなみに IT パスポート試験のウェブサイトでは、CBT のデモテストを受けることができるので、操作になれる意味で試しておくことをお勧めします。CBT 形式は、パソコンで受けられるんですけども、あくまでもその決められた会場のパソコンで受けるっていうような形になりますので、事前にどういう試験形式なのか慣れておくために、この IT パスポート試験の公式サイトの、デモテストっていうのを受けてみるといいと思います。で、試験の概要なんですけども、試験時間は120分、4試択一の100問という形式になっています。で、合格点は総合評価点の1000点中600点以上、6割以上で合格と。ただし、ストラテジー系、マネジメント系、時計、テクノロジー系という、この3分野の、から出題されるんですけども、そのうちの、30点以上、300点以上ですね。1000点中300点以上、各分野で取っておく必要がありますので、一つ、例えばそのテクノロジーは得意なんだけど、マネジメントは不得意っていうような場合だと、ちょっと落ちてしまう可能性があるので、まんべんなく、300点以上は取れるようにしておくと。で、全体で6割以上が合格ラインと。で、合格率は 47% 程度と、2人に1人が受かる基準なんですけども、先ほどお伝えしたように、コンピューターの初歩的な資格の中では難しい部類ですので、しっかりとした準備が必要になるかなと思います。で、合格基準は、試験は120分で100問の選択肢の小問を解く形式となっており、合格には約6割以上の、正解が必要で、3つの分野それぞれが3割以上の得点が必要なため、極端に苦手な分野がある場合は、しっかりと克服しなければなりません。
合格率は高いとは言っても半分弱なので、しっかり勉強する必要があります。以前私が受験した頃は最後の12問が、対問3問について4問ずつの小問を解く形式でしたが、現在は全て小問のみの形式となっているようですと。ここら辺はまあちょっと過去問をやっていくと、もしかするとちょっと違いに気づく方もいるかもしれないんですけども、今は100問の小さな問題が、出題されるような形になってますね。そして各分野の内容なんですけども、試験内容は企業の IT 戦略に関する、ストラテジー系、そして企業組織や財務に関わるマネジメント系、 IT の技術的知識に関するテクノロジー系の3つの分野が出題されます。 IT の試験なのになぜ企業組織のかに関する知識が必要かというと、一般ユーザーの場合は企業の中での業務に IT を利用して行う必要があるからです。そのためこの試験は就職前の学生や新入社員に適した内容を扱っていると言えます。結局のところですね、IT エンジニアとしてもし働こうという方も、企業組織に対する理解だったりとか、あと財務に関する知識っていうものもシステムを作っていく上でどうしても必要になってきますので、そういった意味でも、まあ、IT パスポート試験ではこのマネジメント系、ストラテジー系の問題が出題されるとも言えるのかなと思います。そしてですね、 IT パスポート試験は基本情報技術者試験へのステップアップとしても、非常に有効かなと考えています。一方 IT 技術者として働きたいと考えている人には、基本情報技術者試験、応用情報技術者試験の前段階として受験を進めたい試験でもあります。なぜならこの3つの試験は試験範囲がほとんど同じであり、異なるのは難易度だけだからです。IT パスポート試験で試験全体の範囲の全体像をつかみ、基本情報でプログラミング、言語の一つとアルゴリズムを学び、応用情報で、IT 技術者としての全般的な知識を身につけるという流れを経ることで、一つ一つステップアップを図ることができますと。結局のところ、IT パスポート試験、基本情報、応用情報というのは、試験範囲は同じ範囲になりますので、まず基本情報を受ける前に IT パスポート試験を受けると、全体的な、試験の範囲っていうものが抑えることができるので、まず IT パスポート試験から受けていくっていうのが結構ステップアップとしていいんじゃないかなと考えてます。そして勉強方法及び参考書なんですけども、まず試験全般の基礎知識を習得するためのテキスト、自分に合ったものを一冊、やるっていうのがいいかなと思います。まずは一冊、試験内容全体を扱ったテキストを学習することをお勧めします。書店に並んでいる IT パスポート試験対策のテキストであれば、どれを選んでも内容的にそれほど違いがないと思いますと。選択する基準としては、まあ自分が読んでみて理解しやすいものを選ぶのが一番だと思います。ここではまあ私が実際に使ってみて良いなと感じたテキストを2冊ご紹介したいと思います。まず1冊目は、北見隆二さんという人が書いている北見式 IT イラスト塾、イラスト IT 塾ってやつの IT パスポート試験、今平成31年01年版というものが出版されているので、これを使うのがいいかなと思います。このテキストはまあイラストを多く用いてコミック形式でそれぞれの学習内容の概要を理解した後、解説があるので非常に理解しやすく、かつ読んでいて一番楽しいと感じたテキストです。練習問題、過去問もあって、学習の導入としてどの受験者にもお勧めできる内容です。この本はもう非常にその面白い、馴染みやすいそのイラストで、まずその技術の概要っていうものを勉強した後で文章で学ぶっていうような形になってますので、まあ初心者には非常にいいテキストなんじゃないかなと私は思っています。そして2番が、この茅野木敦さんという人が書かれている平成31年01年版の、イメージ&クレバー方式でよくわかる茅野木先生の IT パスポート教室、これは技術評論者から出ている本ですね。でこの本はまあ非常に定評のある、まあ昔からあるテキストなんですけども、
それぞれの学習内容をイメージで紹介して、何々とくれば何々であるというフレーズ形式で記憶に残りやすくしているテキストですので、まあこちらのテキストはまあ歴史も長く定評があり、私自身も合格時に使用しました。そして IT パスポート試験に合格するための過去問題集なんですけども、おすすめはやっぱり収録回数が多くて、しっか一問一問にしっかりとした解説があるものがいいんじゃないかなと思います。で、自分に合ったテキストを一冊選んで、一通りの知識を学習した後は、とにかく多くの過去問を解くことが合格の近道です。そしてその際、各問題についてしっかりとした解説がついているものを選びます。正解選択肢の解説だけではなく、誤った選択肢がなぜ間違いなのかについても解説されているものが良いですと。理由は2つあります。まず1つは、ある問題で不正解となった選択肢が、他の問題では、正解選択肢として登場することはよくあるため、そういった類問で正解できる力を身につける必要があるからです。そして2つ目は、IT パスポート試験というのは、過去問と同一の問題、いわゆるリサイクル問題の出題率があまり高くないため、まあしっかりと、内容レベルで学習事項を理解する必要があるからです。実はその基本情報試験や応用情報試験、行動情報試験の午前試験では、過去問と全く同じ問題が半分近く出題されるっていうような傾向が続いているため、まあ極端な話、問題と正解選択肢の丸暗記で、まあ正答率を簡単に上げることができるんですけども、まあただし毎回新しい問題からなる、午後問題があるので、まあちゃんとその下知識がなければそこを突破できないので、まあこういう丸暗記はほとんどお勧めしないんですけれども、まあ話を戻すと、IT パスポート試験は CBT という性格上、まあかなり問題の入れ替えが頻繁に行われているようで、まあちゃんと内容を理解してないと正解できないように作られていると。IT パスポート試験で問われる内容は基礎的であるものの、結構オリジナリティに溢れる問題が出題されるので、ちゃんと基礎を押さえてないと、解けないっていうような性質を持っていると。で、私の中でおすすめの過去問題集としては以下のものをおすすめしたいと思います。この IT パスポート試験 .com の過去問題集っていうのがあるんですけども、これはまあウェブでとにかく多くの過去問を解説付きで無料学習することができるサイトで、まあ、今までのその過去問、試験会場で実施された IT パスポート試験の過去問を集めているんですけども、私のおすすめとしてはやっぱりその最低過去問の4回分、をそれぞれ3回繰り返して解くっていうのをお勧めします。やり方としては1回分の過去問をまず解いてしまうと100問。100問解いて、でそこで次の年の問題に行ってしまうのではなくて、同じ年の問題を100問やったら同じ問題を100問解いて、でもう1回3回目に解くと。同じ問題を3回繰り返すと大体その問題に正解できるようになると思いますので、まあ3回繰り返すと8割以上正解できるレベルであれば、まあ合格圏内に達していると考えていますと。で、不安な場合はもっと多くの問題を解いてみることをお勧めしますと。また解説だけでわからない問題については全体学習で使ったテキストを復習したり、あとインターネットで調べるっていうのもやっぱり大事になってくると思います。まあやっぱり IT の学習では、インターネットで、より深い知識を得るっていうことも大事になってきますので、まあとにかくその一問一問苦手な問題をなくしていく方法がいいんじゃないかなと思っています。はい。以上でまあ、IT パスポートについての解説は終わりなんですけども、まあ質問などありましたら、ぜひコメントいただければ幸いです。高評価、チャンネル登録の方もぜひお願いします。どうもありがとうございました。